こんにちは、ピオキチろうです。今回は、山梨県道志村キャンプ場で行方不明になっている小倉美咲ちゃんについて、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。続編になります。でですね、今回は、2019年9月21日からですね、小倉美咲ちゃんが母とも子さん、 いや、姉、友人、家族らとキャンプに訪れた際に、午後3時40分頃に小川へ先に遊びに行った子供たちを一人で追いかけた後に行方がわからなくなった事件です。で、県警などは2019年の10月6日に捜索を打ち切って行って、ボランティア団体が終焉を探していたが、 近日来た台風19号のために中断を今現在しているといった状況になっております。でですね客観的な意見としては、まあ、もしうん遭難の場合はもう生きてはいないんじゃないかそしてもし誘拐の線であればまだ希望はかすかに残って いるとは思うといった意見がま大半かなと、また誘拐の方がまだいいなといった意見がま多数だったかなと思います。で,ですね自分の気持ちとしてはですね、まず、えー、まあ今回続編といったところでまあ、何らかの新たな情報があるかどうかといった ところで言うと、特にないといったところです。ただ、うん、やっぱり最初の動画で話した通り、遭難の線って薄いんじゃないのっていうところ。もし遭難であれば、もう見つかる可能性の方が高い。まあ、それが、まあ、まあ、生きている状態であれ、 亡くなっている状態であれ。まあ、そこまで、あの、深く移動できる年齢ではないし、捜索範囲が結構広かったですよね、途中から。なので、見つかっても不思議ではない、といったところ。で、まあ、前の動画でも言っていましたが、まあ、誘拐の線の方が濃厚なんじゃないの、といったところ。ただ、 もし誘拐であれば、まあ、連日ニュースで出されていた通り、すごく大きなニュース、話題になっていたので、もし犯人であれば、個人的に自分が、まあ、すごいお荷物になっているということで、まあ、お荷物は捨てたい、なくしたい行動をするんじゃないかなと。 いったとところがすごいい濃厚かなとは思いますでちょっと疑問なのがあの行方不明になった後にまに、あ、捜索をするっていうのは、まあ、適切な、まあ、判断であるとは思うんですが、まあ、ただあの並行して誘拐の可能性があるといった捜索って捜査は行われていたのかな思います。 と言ったところなんで可能性があるのにやっていないのかもしくはやっていたんだけれどそれを大きく公表することができなかった何らかの理由があるのかなといったところ、うん、ただまあすごく話題になっているのでそこまでして隠そうとすることとか まないかなって言ったところはすごい思うんだけれど、うんまあすげえ警察の指揮している人が無能なのか、もしくは、まあなんか隠す理由があるかといったところと、まああと一つが、まあもともと美咲ちゃんそこに行ったのかなって言った、ちょっとした疑問があると。 いったところはあるんだけど、まあ、そこはまあちょっとうんまあもしそれが <laughs> あのもともといなかったっていうところに落ち着くとちょっとうん怪しいものが浮かび上がってくるとい <laughs> ったところもあるんだけれどうんそこかなうん 生きていてほしいといったところはすごい希望としてありますけど、うん、なんか不可解ですよね。いろいろと全てが。うん、ただ誘拐の線で最初から操作しているとすると、も、ま、う、あ、結構限られてくるんじゃないかなと思うんですよね。キャンプ場だから、そこのキャンプ場にあの入場した人もしくは あの近くに住んでいる方とかそういったことだとすごくあの犯人像というかが絞られてくるんじゃないかなとなんだけどそこもわからないしうんなんだろうね不可解ですよねすごく全てのことがなんかすごい簡単なはずなんだけれど いろいろとあの邪魔する要因というかそういうのが多いですよねそれ省いていくと案外シンプルな事件なんじゃないかなとすごい個人的には思ってますなのでうんもしかしたらもうそろそろ解決してくるんじゃないかなと個人的にはすごい思っています はいなので、まあ、次回やるとしたらあの解決したところかなを動画にするもしくはこのまま未解決のまま進んでいったらまあちょっと総括というかっていうので上げていこうかなとは思います。はいということでですね今回は山梨県の道志村キャンプ場で行方不明になっている小倉美咲ちゃんについてお話ししていきましょう。 ではご視聴ありがとうございますこの YouTube 動画では雑談音楽配信ゲーム配信を主にやっておりますまた引き続き頑張っていきたいと思いますのでよろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたしますあとグッドボタンよろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょうじゃあね